チャンネル登録お願いします。
こんなとこウサギいるんだろうね。不思議ね。彼女の内面の何かを象徴してるのかな。ウサギは寂しいと死ぬみたいな都市伝説あるけど、これウサギ2羽いるから、この女子は相当寂しいとか。2羽のウサギ、彼女の孤独を共有する存在のようにも見えます。ウサギの赤い目が強烈で、彼女の内なる苦悩や寂しさを反映しているような、心の中で叫びを上げているのかも。周りに人がいない背景からも孤独感が出てるね。彼女は自分の世界に閉じこもっていて、その世界にはウサギしかいないのかも。制服だから学校で何かあった帰りかな。日が沈むとともに彼女の心の中も暗く沈んでいくように感じられます。良いウサギと悪いウサギ、善悪の感情を表現しているような気もしてきた。指摘ですね。彼女の内なる葛藤かな。一方が不安や恐れ、悲しみ、もう一方が希望や安心かも。この2羽が常に対話を繰り広げているとしたら、作品の深みが増しますね。夕暮れの雰囲気が全体的にメランコリックなトーンを与えていて、彼女が抱える日常の苦悩や葛藤が強調されています。人生のさまざまなプレッシャーや期待に押しつぶされそうになっているのかも。少女の無表情さと対照的に、ウサギたちの目が赤く光っているところが印象的。彼女は自分の感情を表に出せないタイプで、ウサギたちが代わりに表現しているのかも。ウサギが少女の頭の上にいるのも面白い。彼女の思考や感情が重荷になっているみたい。不気味な顔とスマイルの対比が面白いね。表情は笑顔とは程遠く、背景の赤が強烈な感情を表しているよう。本当の気持ちを隠しているみたい。テープは自分自身を束縛しているとか、社会からの圧力を示しているかも。無理やり笑えと言われてるみたいな。体の色が暗く沈んでいるのも、彼が抱える内なる闇や社会からの疎外感を表現しているよう。表情は笑おうとしてるけど、笑えてないように見える。彼の葛藤や社会からの期待とのギャップを強調しているのかもね。顔色が正気を失っているようにも見えます。苦悩や孤独感でしょうか。背景が赤ピンクなの不気味だね。赤やピンクは通常、情熱や愛を象徴することが多いですが、この作品では逆に不安や恐怖を感じさせます。彼を取り巻く社会や環境のプレッシャーを象徴しているかもしれないね。スマイルがテープに見えるけど、テープなら簡単に剥がれるよね。笑顔がすごく脆いものだってことを示してるのかも。周囲の期待やプレッシャーに応えるために無理やり笑顔を貼り付けているけど、その下には抑えきれない感情が溢れているのかもしれませんね。この作品が伝えるメッセージは、外見と内面のギャップや社会からの圧力に対する人間の脆さを強調しているんじゃないでしょうか。